さんこんにちは。ジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組、ジェムラジ、ジュエリーブランドの向こう側。この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です。今日はですね、ブランドにとっての代名詞と言えるような商品を持っているか、あるいは作れるかどうかで、そのブランドの強さって、本当に大きく変わるよねという、ちょっとブランディングのお話をしてみようかなというふうに思っております。中でもですね、ちょっと皆さんに分かりやすく伝わるように、今回は、有名ブランドの一つでありますバンクリーフアーペルを、例にしてみようかなと思っているんですけれども、ここに関してはちょっと業界裏事情というか、バンクリーってあれだけ高いけど実際原価どれくらいなのっていう、ちょっと込み入った話も、できることところまでは、しつつですね、あとは萌実杉村という私自身のブランドについてもちょっと比較しながらお話をしてみたいなと思っております。といってもですね、これ、ジュエリーブランドにとってはものすごい大事なことではあるんですけれども、そうでなくても何か商品を売るとかサービスを提供するとかっていうのは、基本的に今もうすべて の業態でブランディングってとても大事になってきていますので、例えばですね、ハンバーガーと言ったらって聞かれた時に、ハンバーガーを提供するレストランがあまたあっても、やっぱりマクドナルドを思い浮かべる方が非常に多いと思うんですね。末端のエンドユーザーまで本当に含めていくと。で、そういう感じで、この商品といったらこのメーカーとか、このサービスといったらこの企業みたいなね、ものがそのメーカーなり企業なりブランドにとって一つでもあると、それだけでPR も非常にやり方が変わってくるというか、やりやすくなってきますし、その商品や何かが勝手にこう一人歩きしていてですね、広がっていくっていうことが起きますし、またそれでブランド認知がどんどん広がっていくということで、本当にブランドにとって代名詞となる何かがあるっていうことはとっても、重要なことなわけなんですよね。で、ジュエリーの場合はどうかというと、例えばそのバンクリーフアーベルにとってはアルハンブラコレクションというのが、クローバーのモチーフのね、ジュエリーコレクションですよね。これがもうめちゃくちゃ有名、もうそれしか知らない人っていうのが大多数いるんじゃないかというぐらいめちゃくちゃ有名なわけなんですけれども、こういうふうに何かこのピンポイントのアイテム、デザインがある、場合もありますし、例えばティファニーといったら、ヒット商品もたくさんありましたけれども、それよりも何よりも多分ティファニーブルーと呼ばれるパステルブルーのパッケージ、色のイメージを思い浮かべる方が多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。あとは同じくジュエリーとしての商品ではないんだけれども、例えば真珠という素材といったら、真珠を使っているジュエリーブランドってたくさんあるけれども、やっぱり三木本田崎っていう名前が、出てくる方が多いと思いますし、ダイヤモンドといったらデビアスというふうに、思い浮かべる方も多いと思います、ね。ダイヤなんて本当にほとんどのジュエリーブランドが使ってるわけ、なんですけれども、やはり、業界を牛耳ってるっていうのもありますけれども、ダイヤモンドは永遠の輝きというキャッチコピーとともにですね、ずっとやってきているので、そのイメージ持っている方多いと、そういう感じで、商品に限らずですね、何かしらこうイメージカラーだったり、素材だったりという場合も含めて、やっぱり代名詞があるっていうのは本当にそのブランドにとって強いことなんですよね。で、じゃあ萌実杉村という私自身のジュエリーブランドはどうかというとですね、今挙げたような名だたる、ブランドのような確固たるものは正直ないですよね。そんな強いものはないんですけれども、ただお客様とか販売店さんからこれはというふうによく言われるのが、今回サムネイルにも使っているホワイトガーデンクォーツという、天然石なんですよね。で、なぜ今日このタイミングでこの話をしようかと思っているかというのもですね、ちょうど11月のオンライン販売、もうすぐ今週末控えているんですが、今月はこのホワイトガーデンクォーツを多めに掲載するというのもあって、そのご紹介も含めて、今日はこの話をしてるんですけれど、これは三木本と同じ例で、どちらかというと商品のデザインとか、コレクションではなく、素材においてこのブランドといったらこれだよねっていうような代名詞なんですけれども、
まあ、なぜこのホワイトガーデンクォーツという天然石がうちの代名詞と呼ばれるようになったのかというと、まあ、これは結構ね、戦略的にやったというよりは自然とそうなっていった感が強くて、というのはそのジュエリーブランド、ジュエリーデザイナーっていうのもいろいろな特徴があるわけじゃないですか。強みも弱みもあって。で、私の場合はですね、やはりジュエリーのデザインそのものがものすごい奥深いとか精巧だとかっていうことよりは、もともと私のそのキャリアが、バイヤーとしてのキャリアが長くて、その天然石の仕入れをすることにおいて長けてるっていうブランドなんですよね。なので、どういう天然石がじゃあ市場にはないのかとか、目新しく映るのかとか、まあ、そういうところに対する、嗅覚が多分他の、ブランドさんよりも高いと、そういう意味で、まあ、このホワイトガーデンクォーツを、扱ったことやそのタイミングがすごく良かったんだと思うんですよ。なので最初の頃はですね、本当に一点一点マーケットでセレクトして、汚いものも含めればね、ある程度あるんですけれども、やっぱ自分が納得いくクオリティのものってすごく数が少なくてですね、まあ、それがゆえに販売を始めた当初っていうのはお客様にもニーズに対しても供給量が少なかったですし、すべての販売店さんからうちにもホワイトガーデンクォーツを置いてくれませんかというふうに声かけていただいたんですけれども、供給できないっていう状況だったんですよ。で、まあ、そこからですね、いろいろと努力をしてですね、まあ、今ではセレクションするというよりはもうオーダーして、何個作ってという感じで研磨工場さんにですね作ってもらえるまでになりました。ただじゃあそれってそういうふうに今私がさらっと簡単に言ったようにできるのかっていうと、これをやれるのはやっぱりすごく難しいことなんですよね。なので競合他社がやっぱり扱うことができないっていうのがあるんだと思うんです。これはやっぱり今まで積み上げてきた経験もそうですし、それから人脈がないとできないことなの で、まあ、今ではねセル社の方でも天然石のルースとしても販売をしているので、たくさんのクリエイターさんがうちから商品を石を買ってくれて作ってくださっているので、このホワイトガーデンクォーツっていう天然石を使ったジュエリーはもっと私だけではなくいろんな方たちのデザインのバリエーションで、まあ、市場でも見かけるようになったんじゃないかなというふうに思うんですけど、ただ私自身が自分のジュエリーに使う場合はですね、その中でもかなり厳選して自分が納得するものしか使っていないので、まあ、そうなると自然にやっぱりホワイトガーデンクォーツのジュエリー買うなら萌実さんのところで買うのが間違いないよねっていうふうに、まあ、言っていただけるようになって、で、まあ、でも私はいろんなブランドさん、デザイナーさんが使ってくるのはすごくいいことだと思っているんですね。やっぱりその方たちの作風があるし、作風に合った石選びを皆さんされていくので、あれで私のこう販売している市場っていうのがあまりにもニッチすぎてですね、石好きの方、非常にジュエリーに対してマチュアな方が多いので、ごくごく一般の天然石なんてよく知らないわみたいな方たちにはね、まず知られてない石なんですよ。で、なので今年からはちょっとその裾野を広げていきたいなという意味もあって、YouTube での商品紹介をしたりとか、天然石そのものの説明をしたりっていうことも、まあ、今年は始めていて、まあ、その一環として、今回もねスタンド FM の中でも少しメンションしているんですけれども、まあ、そんなわけで萌実杉村というブランドにとっての一つの代名詞はホワイトガーデンクォーツっていう天然石が、あるんですね。で、まあ、こう私のブランドの話はここまでにして、ちょっとバンクリの話に押しようと思いますけれども、このバンクリーフアーペルというのはですね、本当に、このアルハンブラコレクションという、四つ葉のクローバーのモチーフのジュエリーというのがものすごく有名です、ね、やっぱりブランド品を身につけるのが好きな、女性たち、そういうなんていうのかな、自己顕示欲が高い方たちとかが、まあ、例えばシャネルのバッグ持つとかエルメスのバッグ持つとかっていうのと一緒で、やはりアルハンブラのジュエリーを、持っている、そういったものを SNS で発信していくっていう姿はものすごいたくさん、見られるわけじゃないですか、そこによく使われているものの一つであるわけですよね。で、なぜ今日はこの話をしたいかというとですね、私このアルハンブラコレクションに関してはすごく過去に印象的な話を聞いた経験がありまして、
で、それは何だったかというとですね、諏訪さん、諏訪康和さんという、ジュエリー業界の中では重鎮ですよね、レジェンドの一人とされているような諏訪貿易の会長さんいらっしゃるんですけれども、諏訪さんの講演をもう5年とか7年とかかなり前に初めて聞いた時にですね、まさにこのバンクリーフ・アーペルの話をしてたんですね。で、それがどういう話だったかっていうとパリに出張に行った時に、奥様にですね、そのバンクリーのアルファンブラを買ってきてほしいというふうに、頼まれたと。で、それで自分が、バンドームの本店に行って実物を見た時にですね、その諏訪さんが見ればもちろんどのぐらいの原価なのかっていうのは容易に想像がつくわけですよ。地金は何グラムぐらい使っていて、宝石の価格はこのぐらいで、加工賃はこのぐらいだろうと。で、それに対しての上代の高さにものすごく驚いたっていう話をしてたんですよね。で、実際その講演の中では、この原価なんてこのくらいでしょって実際プライスも言っていました。ただそれはここでお話しするとバンクリのファンの方たちにも申し訳ないし、ジュエリー業界の中でも差し支えがあると思うので、明確には言わないですけれども、もちろん実際にいくら原価なのかわからないのでね。でも、ジュエリー作れる方が見たらやっぱり原価ってわかるじゃないですか。で、諏訪さんはそのお話をされるときにですね、割とその結構なんていうのかな、際どい発言をですね、さらっと公の場でしてしまうんですよね。それが私はすごく忖度がないというか気持ちいいなと思って楽しくよく拝聴するんですけれど、そんなわけでですね、爆弾発言をしてたのがものすごく印象的だったんですよ。で、私はここで何が言いたいかというと、アルハンブラのジュエリーってあんなに高いけど実は原価めちゃくちゃ低いんだよってディスりたいわけでは全然なくて、むしろその逆で、そのぐらいでもできるくらいブランド力がめちゃくちゃ高いんだよっていうことなんですよ。で、皆さんちょっと値段の感覚がわからないかもしれないですけど、私この話をするために今の最新のね公式サイトを見てみたんですけれども、いわゆる、チェーンの先に、クローバーのモチーフが1個だけついている、タイプのペンダント、ヴィンテージアルハンブラ、だいたい40万円ぐらいです、18金で。で、そのトップがちょっとサイズが小さいもの、スイートアルハンブラ、24万円ぐらいです。これもちろん石によって違うんですけれども、で、よくその写真とかでも見たことある方多いと思うんですけれども、ロングネックレスのタイプ、モチーフがたくさんついているタイプですね、あれ今290万円って出てました、公式のサイトで、ね、アホかと思うような値段にも感じるんですけれども、これでも買う方がすごくたくさんいるんですよね。そして、リセールを見てみてもですね、ほぼ新品と同じぐらいの価格だったり、あと、クリスマスシーズンに限定品として出されるホリデーコレクションっていうのは、リセールバリューの方が高かったりとかするんですよね。で、そのくらい本当に大人気なんですけれども、諏訪会長はこれについて何と言ったかというと、このバンクリーフ・アーペルのアルハンブラコレクションの例っていうのは、とにかく、PR なり広告なりブランディングがものすごく成功している一例だというふうに、結論として言っていたわけで、私も本当にそこに同意なんですよ。なので、ここを、ある種目指すじゃないですけど、これを真似しなきゃいけないぐらい、そこすごくうまいっていうことなんですよね。で、このバンクリーフ・アーペル自体は創業が100何十年前かね、1900年ぐらいなんですよね。で、このアルハンブラコレクションができたのが1968年だそうなので、このコレクション自体がすごく、歴史が何十年もあるわけなんですけれども、なのでね、自分のブランドはたかが数年なので、ここに勝るわけもないんですけど、それも含めてですね、例えば、グレース・ケリーが、顧客だったとか、そういうこともすべて、乗っかってきてのブランド力なんですけど、そういった事情があるよと。で、このアルハンブラの商品って偽物もすごい多いですよね。で、なぜ偽物が多いかっていうと、作るの簡単だからっていうか、デザインがシンプルだからですよ。で、偽物の値段って見てみると、だいたい1万5000円とか7000円とか、
Amazon で8800円とかもありました。でそれはもちろん使っている地金が18金ではなく、おそらくメッキだと思うんですけれども、でもよく考えていただきたいんですけれども、素材が金属の素材が、まあ、18金じゃなかったとしてもですよね、それ以外にも入ってるくるものって宝石の価格があるじゃないですか。でそのぐらいの状態でもちゃんと利益が乗るぐらい、まあ、宝石の値段って割と低いんですよ実はね。でやっぱりそのアルハンブラコレクションを見ていて私はいつも思うことはですね、まあ、このコレクションに使われている宝石って基本的に安い石なんです。でもしあそこのそのデザインのジュエリーの中に例えばサファイアとかトルマリンとかって使えないです。それはそれだけ大きいサイズの原石をがそもそも少ないし、まあ、やって何点か作れるかもしれないけど量産には全く向かないし、価格 もすごく跳ね上がるわけですよね。でなので量産向きで価格も抑えられたものを使っているので、オニキスとか、マザーオブパール定番的にねシェル使ってますよね。それから、マラカイトとかラピスとかカーネリアンとか、まあ、この辺のメノウ系の石を使ったりしているんですよ。でこれって多分全部メイドインチャイナだと思うんです、石の研磨に関してはですね、まあ、これは私はバンクリの中の人ではないのでわからないですけれども、バンクリーファーベルが研磨させてる工場があるっていう、中国にあるっていうことは知っているので、まあ、そうするとそれしか、ね、その商品のラインナップしか思い浮かばないわけで、で実際にバンクリーファーベルの商品に使われている天然石っていうのは、まあ、そういった種類の石の中でもクオリティは高いものを使っています。だからそこ自体の原価は私はわからないです。ただあのクローバーのモチーフの形って簡単にファセットカットもついていない、ただ平らに擦ってるだけなので、すごく簡単に作れるわけですよね。マシーンで型って型抜けばいいだけなので。でそうするとですね、その偽物がものすごく安く売られているっていうのもからもわかると思うんですけれども、石自体の原価って、私が例えば中国に仕入れに行った時にですね、そういう偽物に使われる同じ形の形状の石ってもうシートにバーって何百枚も並べられて売られているわけです。でそれの値段っていうのはですね、まあ石によって種類違いますけれども、本当に数百円という世界ですね。まあ大量に買えば石によってはもう100円切るぐらいな場合もあると、ね、なのでそのぐらいの実はコスト感のもの、だけれども、まあ、実際バンクリが使ってる石はもうちょっと高いとしてもですよ、まあ、それでもそのサファイアとか使うよりは全然、コストは低くてですね、でそれをあれだけの値段で売れているというこの事実がですね、このブランドの強さを物語っているということなんですよね。まあそういうわけでですね、今日はちょっ とバンクリーフアーペルのアルハンブラコレクションを例にね、ブランディングにおいてこのアイコニックな商品があるかどうかというのがものすごくそのブランドの成功、を左右するっていう話をさせていただきました。皆さん参考になりましたでしょうか。まあ、ちょっとねジュエリー業界の裏話的なところもあったので、バンクリのあのジュエリーってそんな安く実は作れるのみたいなことを、まあ、思わないでほしいんですけれど、大事なのはですね、そちらではなくてそれでもあの値段で売れるっていう事実ですね。でこれバンクリに関わらずですね、ハイブランドは本当にそういうものがたくさんあります。あのアルハンブラコレクションのペンダント一つのコストと、私が一点物でジュエリー指輪を一個ずつ作るコストは、私の方がコストが高いと思います。なぜなら一個ずつ形を作っているので、あのペンダントっていうのは言ってみればね、いくらでも量産できる形を作っているので、やっぱりそれが、ブランド力であり、まあ、あそこの強さであるということなんですよね。はい、なのでね、今日は、まあ、それでもやっぱりバンクリーファーペルが欲しいなとか、魅力だなって感じるのは、それはそれでというか素晴らしいことであるし、逆に本質に目を向けると、そういうふうにものすごい広告費が載ってるんだってことが分かると、じゃあもっともっとなんか個人でものづくりをしている人たちとか、日本でものづくりをしている人たち、まあ、パリのブランドではなくてですね、メイドインジャパンのものづくりとか、そういう方に目を向けて、自分が支払ったお金が作り手に、
ダイレクトに行くその人たちを応援するような形になるような消費の方が、もしかしたらその自分にとっても心を豊かにするような要因になるんじゃないかって、そういうふうな逆転の発想をしてくれる方がいたら、それはそれで嬉しいなというふうに思ったりも、しています。なのでまあこれは本当にその人その人のね価値観次第なんですけれども、それでもねギフトとかねでもらったとか、ご主人や彼氏からもらったとか、人それぞれ、そのジュエリーに対しての思い出や思い出というのも違うと思うので、ぜひねバンクリを持っている方もそれを大事に使っていただいてですね、ジュエリーをねクリスマスシーズンも、楽しんでいただければと思います。私が最初の方でご紹介したホワイトガーデンクォーツに関してはね、今年 YouTube でもどんな天然石なのっていう話をご紹介していたり、ノートも書きましたので、概要欄に貼っておくので、ぜひ合わせてみていただければと思います。はい、それでは今日はこの辺にしたいと思います。また次回お会いしましょう。